本日もやってきました強みのことについて語る、ね、第2弾強中弾強中弾。いやこれ始まりましたね。これ前回第3位までそうです、ね、麻生さんがアレンジで僕が個別化で、はいね、それでちょっと話したんですけど、まあ、そのおさらいをまず入れるとして、麻生さんこのアレンジはね、はい、アレンジでどのようにこう説明されてるかっていうか されてるっていうか、まあ、診断した時にね、はい、アレンジはですね、まあ、最善の組み合わせをしたいっていうのがエネルギーになるので、うん、あの効率的に生産したいとか、うん、その組み合わせによってどうやったらこあの効率的な生産が生まれるか、いい流れになるかっていう組み合わせをすることがあの強みなあのエネルギーになるので、まあ、特徴としては変化を嫌がらないというか、はい、苦としない。で多くなればなるほど組み合わせる内容がね、うん、ものが人が多くなればなるほど力を発揮する、強みなので、うんはい、で仲間もあのチーム作りが上手だったり、いい環境作りを作るのが強みになってますね。なるほど、はい、なんかこう社員さんの理解も必要ですよね。そうですね、親も取ったのに次変わったったみたいな。そうなんです、社長の考えがね、はい、ただしでその僕の会社の中にはこのアレンジ僕しかいないので、うん、なかなか理解してもらいにくいところもあると思うし、その組み合わせを急に変えるときにね、はいはい、反発があったりももちろんするんですけど、それは最後ちゃんと説明して、理解してもらう。でこのアレンジの中でね大きくそのポイントとしたら、自分がその組み合わせの中に入らへんっていうのが大事なんですよ。なるほどね、はい、だから基本的には今は会社はその組み合わせで、で結果その無理やりでもその組み合わせでいってると、うんうん、結果が出てくるんで、そのこの組み合わせでよかった、このチームでよかったってなるんで、最近はねもう何もあ、もう納得して、はい、だから結局いい方向に行く編成やでっていうのが分かったら、そうですね、納得がいくっていうことなんですよ、さんがね。これが、ね、強みを生かすとかそういうことになってくるとは思うんですけどね、これがそのまま不満のままだったら、その生かしきれてない、そう、そういうことですね、はい、そうですね、アレンジだけでこう突っ走るとあかんので、まあ、理解させる強みを、はい、例えば他 その理解させる強みって大体何使いますか。回復思考を僕は使うかな。あ、今回出てきますよね。そうですね、まあ、もともとこういうことができてたチームができてなくてとか、もともと仲良かったのに仲良くなくなってとか、はい、その角度から入っていって組み合わせをこう変えるといいんじゃないのっていうふうになっていくので、 あと未来思考を僕持ってるんですけど、はい、まあ、未来思考はね、なかなかで、うちはあのスタッフさん、あの適応性、はいはい、今が大事な人めちゃくちゃ多いんで。なるほどね、はい、適応性の人って目標よりも 今が大事ってことですね。そうですね、目標を作りにくいけど、その代わり 今のを大切にするっていうことに関してはめちゃくちゃたけとんで、そうやね、対応がすごいんですよね、はい、その適応なんで。そうですね、だそうそう、僕が個別化なんですけど、個別化は、はい、どういう感じで説明されるの。僕個人的にはその一人一人のこう長所短所をすぐ見分けられる、はい、あの人間観察とかが ね、 そうですね、好きな人が多いですけど、麻生さんどういうふうに説明されます。個別化の方はその先ほど杉本さんもおっしゃってたようにね、人の違いが、はい、これを好むので結構ね、ってことはあの人のをね見る力を持っているっていう、はいはい、観察、先に言ってた観察力だったり、うん、だからでも見るまでだったら、あの人面白いな、あの人面白いな、もちろんそれが好きなので、うん、あれなんですけど、この人のやっぱ強みとしては、やっぱり10人といのも対応ができるっていう。ああ、なるほどね。これは個別化の素晴らしい、ね、特に素晴らしいところは、そのあみんな違っていいよね、素晴らしいよね、に対して、ちゃんと別々のアプローチができるっていうのが、ね、個別化の素晴らしさ、ほんますごいとこかなと思いますね。はい、確かにね、僕ほんまにみんな違ってみんないいとこあるんで。なんか逆に違いが好きやったりするんですよね。そうですね、個性があるなみたいなね、その個性に気づいてあげれるもんね。そうですね、僕もね多分 7位かなんかにあるんですよ。ああ、やっぱりちょっとね、麻生さんと結構話が合うとこであるんですけど、これあの続いてこの4位っていうのは、はい、実は僕らは一緒なんですよね。そうです、あの自我っていうね、はい、あのこれ
結構難しいんですよ。僕自我の人今まで診断したことないんですけど、はい、麻生さん何人かおられますよね。一人ですよ、ね、はい、結構少ないですね、自我って。そうなんですよ。どうなる、僕結構こう他者に影響を与えたいとかね、あの尊敬されたいとか、あれ何やろな、あのいわゆるちょっとええかっこしいなんですよ、僕結構。そうね、なんかスポットライト当たった時には、まあまあなポテンシャルでいけるっていう、ね、脇役はできないですよね。そう、脇役はできないんですよね。そうなんですよ。朝はどんな感じですか？結構僕自分でもね、あ、これ自我俺持ってるなっていうところ結構あるんですよ。まあ自我はエネルギーがね、必要とされたいとか認められたいなので、うんうん、その認められたいから頑張れるし、でも認められない場所だったら頑張れないですよね。そうなんですよ。これその認められるためには努力をもう惜しまないので、見てくれてるとか、なんか基本的にね、やっぱあの構ってほしいのね。そうやね、好きで追ってほしいって、あ、好きで追ってほしいってまだちょっとあれないけど、社交性になってくるんですよね、逆に。でも違うんですよね、その好きになって、まあ、あのね、自我の人の、うん、もう最高に好きな言葉、言われて一番いい言葉は、うん、あなたに出会ってよかったんやから、ね、むちゃむちゃ好き、むちゃむちゃ好きですね。あなたに出会ってよかったって言われたらキュンキュンしますね。そうですね。いや、ほんまにね、なんか浅野さんが追ってくれたから今の僕があるんやとかね、はい、最高の褒め言葉、はい、もう一日にも、多分その日寝れほんとドキドキしてね、朝まで飲めます。いや、ほんまそうそう、もうだから結局普通の人がこう尻込みしてできないことも意外にできたりするんで、そのスポットライトとかね、そうですね、みたいなね。僕逆にだからそれできるし、それなりのこの評価をも求めとうというか、評価をされたいように努力するんで、はい、これはだから意外にまあまあ努力するんですよね、それに対してはね。だから自我の方はやっぱりその成果をね、確実に出してくるっていうのも、うん、その成果を出すためじゃなくて、必要とされるために成果を出す。あ、もうそれもおっしゃる通りだね。ほんまに僕それめちゃくちゃあります。成果自体はね、うん、通過点なんですよね。そうやね、手法とか、そのプロセスも、ね、それに対してのその本当の結果は、その人が、その人たちが必要としたかどうかなの、ね、うん、そうやね。あの、うわ、今日来てよかったとかね、うん、朝尾杉本に会えてよかったとか、あ、そういうのがね。いや、だから実際僕らのパネルディスカッションでね、しました、会の例会みたいな感じでやったんですけど、まあなんとなくこうやるんですけど、最終的にはめちゃめちゃ話し合って作り込むってね、はい、ここでちょっと英会にしたいなって最終的になるんで、あの2人ちょっとちゃうな、英会にした上で何を求めとるのかやったら、あの2人ちゃうな、あの2人の話聞いて変わったな俺。いや、もう人生のターニングポイントとか言われたんで、ね、もうめちゃくちゃ嬉しい、はい、でも実際それでその会に入った人がいますからね。そうですよね、はい、あのターンも多かったですもんね、あの会も。いや、もうほんまに楽しかったです。またしたいですね、はい、これはね、また違う、また会で、はい、さあ、それでね、あの、また時間大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。あの、浅尾さんの僕5位、この回復思考、これね、僕実はあの診断した人の中で、はい、回復思考めちゃくちゃ多かった、はい、で、それをね、僕、浅尾さんから、僕、まあ、浅尾さんとこう診断しながら考えたら、浅尾さん、5位に回復してくれ、浅尾さんも、ドンピシャ、仕事上でね、はい、ドンピシャのこれ、才能やなと思って、はい、そうなんですよ、浅尾さん、気づくときあります、特徴とか。これね、うん、今はもう診断士として喋るので、あれなんですけど、うん、あの、まあ、先生としてどうなのっていうところもあるんですけど、もともとね、患者さんが上がっと、腕が上がることがね、はいはい、こう、するときに上がらなくなりましたって、ここまではね、どうしても上げたいですよね、うん、でもね、最上志向の方とあの違うのは、うん、ここまで上がったらもう OK なので、そうですね、はい、あの、真上になる必要ないんですよ、僕の中で今やもうここでストップしてもらうので、あ、なるほどね、もうすぐ戻したいっていうね、そういうことだよね、あれなんで、だから、あの、あかん状態を正常の状態に戻すっていう、はい、やっぱその特徴があるんですよね。そうなんです、あの、回復志向はね、あの、だからその問題を好むっていうところがあるんですけど、はい、その問題の前を知らなかったら強い発揮しないので言われますね、はい、もう診断した人の中で結局完成形が分からんと回復できないっていうか、はい、まあ、できるんですけど完成形があったらより早く戻せるというか、ね、はい、そうなんですよ、あの、ね、だから前まではここまで上がって、まあ、
あ、じゃあ大丈夫ですね、大丈夫ですね。前まではね、ここ、前まではここまで上がってましたって言われても、僕見てないので、やっぱりここなんですよね。ああ、ここまで戻す動力が長けてるかなと思います、ね。はい、僕、逆に最上志向なんだよ、ね。行きたいですね。こうぐるっと回ってまうんちゃうぐるっと回して、あ、杉本先生に会えてよかったって。最高や。最高っすね。そういう風に、回復志向は。なるほど。はい。いや、ほんまにね、これ結構、だから回復志向の人って意外に多いんやけど、なかなかこれ持ってない人多いんですよね、はい、これ僕たまたま診断した人多いんですけど、だからその実際僕も回復志向でするんですけど、はい、回復志向の、ね、方もおられると思うんですけど、回復志向の人の会議をほんまに気をつけないと、うん、ちょっとネガティブ向けの会議になるんですよ、言われますね、こう改善点ばっかりね、はい、の会議になってますよ、慎重さなんか持ってたら余計なことね、そうなんです、問題を抽出するばっかりで、ある会社の人が社長が慎重性で、うん、ナンバー2の子が回復志向なんで結構こう回ってまうんですよね、会議は、僕はね、もうなんかここ直そうここ直そうこうって言ってまうんで、うん、だから会議は最近ね、僕参加してもうかなとかぐらい思うぐらいですね、だからそれは気をつけないといけないなと思います、うん、結構その会議体で何かこう才能を使うっていうのが多いですよね、あの調和性と僕持ってるんですけど、はい、あれ最後の方に意見出す方がいいらしいですね、みんなの意見こうまとめて中でこう、そうですね、まあそういうね上手にされると思うんで、そうですね、実際ねあんまり戦うんやんねそう僕はねなんかわー言ってますけどある程度ねやっぱり僕はね逆に5はね活発性の慎重さと真逆の、あ、僕ね、活発さの人とは出会ったことないですね。ああ、僕ね、そうなんですよ。だから結局、とりあえずやる。はい。だから、慎重さのところの人にしたら、ありえんっていう話やね。あ、そうですね。とりあえずやるわね、うん。もうちょっと考えようみたいな話ですけど。はい。とりあえず動いてみる、失敗する、後で直すみたいなのが多いですね。だ結構、スピード力はあるんやけど、リスクの、このリスクマネジメントはできてないっていうね。これが、そうですね。欠点ですね。僕と杉本さんは回復志向ないね。僕回復志向ないですよ、ね、うん、でも社会復志向と、うん、回復志向と活発性のちょっとだけなんかややこしいところは、回復志向も、うん、とりあえずやってみるっていうのがあるんですよ、あ、ありますね、そう、どっちかというと、ね、エネルギー的には活発性、杉本さんの活発性はいや、こう行動したいとかのエネルギーなんですけど、はいはい、僕はどっちか戻したい、戻すことに対してとりあえずやってみる、なるほどね、戻らなくてもええからとりあえずやってみるっていう、まあそれは患者さんに出て戻る時ありますけど、はいはい、とりあえずやってみようかみたいなまあやってみようもいや、そうなんですよ、で逆にだからスピード力は回復志向も活発性もあるんでしょ、そうです、だから、まあ、まあ活発性のね、杉本さんはチャンスを使う確率がね、ああそうですね、何でもいくんじゃないか、はい、とりあえずやってみようみたいな、うん、そうやね、まあ、こんな感じでね、次はなんかいろいろ話したいですよね、またとりあえず1から5まで多分出たんですけど、はい、次はなんか読んでみましょうかね、読んだりとかね、はい、あとそうですよね、こういう診断した人がいたとかね、はい、実例も踏まえて、ぜひ僕らその、まあ、2万円ぐらいで診断させてもらうんで、もしなんかこうしてみたいなっていうのどっちかというとね、僕ら2人違うんでね、診断の仕方が、そうです、はい、目標をどちらかと達成するためのチーム作りとか、僕は多分今をより良くするチーム作りっていうのがね、お互い最終的にはいいチーム作り、グッドチームにしたいなみたいな、その方法がね、まあ、僕なのか杉本さんで違うと思うんで、あの方で、そうですね、でも最近ね、僕のところに連絡あるし、ちょろちょろ話聞くのが、本を買って読んでテストして終わっている方が多いんですけど、もちろんそれでも構わないんですけど、全然ね、そうやってカウンセリング受けると受けないの全然、もう全然その生かし方が違うんで、ぜひ本買って終わっている方、うん、一度ご連絡いただけたらこちらまでこちらまでできるかちょっと編集せなきゃいやでもほんまにセッションの大事さね、めっちゃ多いんですよ、やっぱりそうですね、なんか結局本見て、うん、なんかなるほど、あ、俺そういうとこあるわ、うん、で、みたいなとこに、そこはやっぱセッションすることで深くこう、はい、あ、そういうことな、みたいな、
根っこの部分とか価値観の部分を知ることで全然違うんですもんね。そう、全然違いますもんね。また組み合わせによっても変わるんでね、はい、あの先ほど話に出てたように回復、自我じゃないね、何だか回復思考、回復思考、回復思考とこれ何があったかな、未来思考もあるしね、いろいろあるんですね。そう、自我からの結びつけとかね、いろいろなことがあると思うんで、しっかりと、まあ、一度セッション、まあ、僕らじゃなくてもね、お近くの人でもいいと思うんで、そうですね、していただければいいかなと、ね、はい、お願いします。才能は掛け算でね、言われるので、ではい、またぜひ、あの第3弾、4弾しますんで、よろしくお願いします、はい、ごきげんようやね、ごきげんようありがとうございました。